こんばんは、ファンクでーす。こないだね、練馬区のね、ラーメン太郎へ行ってきたのよ。ここでね、あるね、メニューをお願いしました。それはね、なんと、シューマイタワーです。ここね、最高のね、51個をね、積んでもらいました。でね、1個はね、お店からのね、プレゼントです。サービスでね、1個つけてくれました。でね、1個ね、100円。で、50個だから5000円。でね、高いなと思う人いるかもしれないけど、実はね、1個がでかいしね、もう肉がパンパンに詰まってるのよ。しかもね、とってもね、美味しいです。でね、もやもやサマーズかなんかもね、ここに一回来たんだよ。すごくね、有名なお店でね、このね、シューマイタワーを食べてみました。それでね、大盛りオフということでね、ツイッターで仲良くしてもらってる、ケンさんとね、マサルさんのね、3人で頑張って食べていきました。美味しいからね、予想以上にね、ガンガン入ってったんだけど、まあ、とにかくね、重量があるから、2キロ超えてんじゃないかな。もうね、やばいぐらいね、どっしりね、お皿持った時にね、重たかったからね、食べれるかなって心配だったんだけど、ね、頑張って食べていきました。正直ね、一人ではね、多分食べれなかったと思う。それほどね、重たいのよ、これ。もうね、年なんでね、こういうね、オフでね、ちょっときついやつはね、逃げます。だってもうおっさんなんだもん。きついですよ、これは。みんな、ちょっとね、そこら辺ね、理解してください。東京シークラブのね、ブログを見てる方はね、わかると思うんだけど、食べきることにね、重点を置いてるんじゃなくてね、スポットとしてね、紹介してますので、よろしくです。でもね、ここがね、ファンクとね、ジャスがね、嫌われるね、理由だと思うのよ。よくね、アンチの人って多分同業者の人多いと思うんだけど、ね、スポットでね、紹介してるくせに、我々はね、食べれちゃってるのよ。だからね、恨みをすごく買ってしまうの。あとさ、ファンク可愛いでしょ？だからね、ジェラシーがね、半端なうだと思うのよ。でもしょうがないよ、可愛いんだもん。これはね、隠しようがね、できない。だってさ、ほんと可愛いんだもん。俺、揺るがしようのね、事実だからね。しょうがない。いい加減にしろ。わかりました。それではね、相談のね、方がいっぱいね、溜まってますので、これからね、どしどしね、消化していきたいと思います。読まれなかった方、本当に申し訳ないです。いろいろね、無作為でね、選んでますので、よろしくです。すいません。吉本やジャニーズがテレビに出るなとは言わないが、ワイドショーには出てきてほしくない。社会や政治を勉強して番組に迷惑をかけないようにと彼らはよく抜擢された時に言いますが、元から知ってるキャスターに比べ今からという常識的なことも知らない素人レベルからメインなどを務めさせるってどういうつもりなのでしょうか。バラエティ感が歪めません。最近のワイドショーはどの番組もそんな感じです。ニュースが見たいです。おふざけやお笑いを見たいんじゃない。ニュースが見たいんです。アットマーク、ブシコ。よく言ってくれました。ね、ブシコちゃんのね、意見にね、ファンクも大ね、絶賛です。あなたの言う通り。でね、もう、この、ファンクもね、同じ思いだからね、ちょっとね、ラップに乗せてね、この気持ちをね、歌いたいと思います。聞いてください。ワイドな笑い。あー、西田一点。
加藤が MC でテレビもだけど狂言なんでしょ、そうなんでしょ、俺も言わせてもらうぜ。あーにしたいって坊主になったり、眉毛に毛を入れた男じゃない、野菜マシマシ、あーにしたいって、ジップのミキダイも、あーなんだよ最初青かよ死ぬの、俺も言わせてもらうぜ。あーにしたいって、演技以外でも何でもカミカミガチャン、わら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 、野菜マシマシ、あー西田一転、中山秀樹、めぐみとしあき、ビビる大きいもいらね、彼女が V6 患者に、時を大好きだからリスペクト。ジャニーズはね、すごくいいと思う。特にね、命はもう最高。この話題にはね、もう触れないでおきたいと思います。申し訳ございません。シューマイね、食べに行ったね、メンバーだとね、仲のいいね、メンバーがね、何人かプラスしてね、バク転塾へ行く途中にね、前野町っていうところで、なんかすごいね、イルミネーションのね、住宅を見つけたのよ。すごいでしょ、これ個人宅だよ。ギンギラギにね、さりげなくですよ。古い黒柳さんこれしね、知ってる人はね、もう年です。それでね、中も入れてね、いろいろね、なんか面白い仕掛けがしたってね、面白かったです。それでね、バク転塾の方なんだけど、なんか倉庫をね、借り切ってね、いろいろやってるのね。でね、本来1000円だけど、30歳以上はね、1500円とね、かかります、1人。でね、ここでね、いろいろね、なんか写真とかスマホで写真撮ったんだけどね、ちょっと部屋がね、薄暗かったからね、なんか綺麗にね、撮れませんでした。なのでね、写真とか画像ね、加工してあります。まずね、最初はね、なんか弾むね、床でね、ジャンプをするね、練習をして、その後ね、体をね、いかにね、なんて動かすとね、なんて回転できるかっていうね、それのね、練習をします。その後ね、ちょっと補助の人が入って、回転してさせてくれるのね。でね、ここでね、あることが起こったのよ。ちょっとね、これからね、あげるね、映像を見てほしいんだけど、注意深くね、隅々まで見てほしいのよ。急にね、重力がね、重たくなったのね。で、なんでこんなに重いんだってね、不思議に思ってたんだけど、この時ね、実はね、スタンド攻撃を受けてたのよ。なんか、アクト3かなんかのね、エコーズかなんかね、誰かね、発動してる。間違いない。急にね、重力が重たくなったのよ。でね、ファンクのね、スタンド能力、ジャスがね、いろいろね、見て回ったんだけどね、結局ね、スタンド見つけられなかった。なんかね、敵がね、この中にいたんだね。全然気づかなかったよ。ね、本当だよ。本当なんだからね。中のね、係の人にね、もう大丈夫ってね、いうことになったら今度ね、トランポリンにね、補助がついててね、なんかなんて紐みたいなのが。それでね、またね、よりね、バク転のね、練習をね、どんどんやっていくっていうところまでね、行くんだけど、あまりにもね、怒られてね、やった通りにどうしてできないんですかってね、いろいろ怒られて、逃げました。ファンク逃げた。今日はね、ファンクのことをね、負け犬と呼んでもらってもね、構わなくてよ。その通りだから。半べそ書いて逃げた。42にもなってね、涙ぐんだ。ファンクにはね、ちょっとね、敷居が高かったです。これすべてね、エコーズのせいです。それがなければね、もう簡単にバク転できてたんだからね、スタンドとね、戦いながらのね、バク転の練習、これほどね、難しいもんだと思いませんでした。皆さん、ごめんなさい。そ
それでは本日最後の相談に行ってみたいと思います。会社と人事で揉めて、ある派閥が大量に息のかかった人材を他の業者に引き連れ退職しました。急遽新しい人材をかき集め、この間新人歓迎会をしましたが、曲がりなりにもサラリーマンなのにクロックスできた不届き者や前髪を白く染めた小僧がいて、人選ばなすぎだろうと焦りました。さすがにこれでは戦力にならないし、客の前に出せません。うちの会社は急ぎすぎて前が見えなくなっています。会社曰く外人は使えない業種で、いきなり日本人を集めるのにもこれが精一杯だったということです。そんなに日本人は今少ないのでしょうか。設備関係の37歳、プリティ。外国人はいっぱい入ってきてるじゃない。少なくね、感じるだけでね。基本ね、人数はね、変わってません。日本で一番多かった職業ってサービス業だったじゃない。でもね、今ね、ネット通信なのよ。そっちの方にね、若い人たちがみんなね、行ってしまってます。待遇をね、良くするしかないし、で、そんなね、今お金出せないじゃないですか。だからね、まあクロックスで着たりとか、あと髪の毛ね、白く染めたり、まあ赤とか金髪とかいっぱいいると思いますけど、新しく入ってきたね、新人のね、人たちにね、実はね、お客さんと会う時にそういう髪型はダメなんですよとか、ね、そういう靴はダメなんだよっていうのをね、教えていかなきゃね、いけないね、時代に入ってきてます。あとね、おはようございますとか、あと、お疲れ様でしたとか、またよろしくお願いいたします。失礼いたしますとかね、挨拶も教えなきゃいけません。昼間の会社でね、指導員をしてましてね、新人のね、大変。髪の毛白、クロックス、まだいいですよ。お客さんのね、建物の前に駐車場があるんだけど、そこにね、車、雨降っててね、電車乗るの嫌だったから、あと混んでるしね、その子の通ってる電車が。だからね、ちょっと知り合いのね、車乗せてもらってね、まあ、お客さんのね、その駐車場に止めたのよ。でね、その後ね、お昼またいでね、食べに行ったのね。で、お客さんぶち切れてさ、警察に電話して、なんか違法駐車ありますって言ってね、撤去してもらったんだけど、その子ね、そのお客さんにね、なんで撤去したんだって噛みついた子がいいのよ。すごい子がいてね。でもね、それでもね、クビにできないね、人がいなくて。だからね、一から教育してね、まあ、そこのエリアからはね、外れてもらったけど、違うエリアでね、まあ、数々のね、問題をまた起こしてますよ。うちの会社もね、外国人をね、使えない部署っていうのがあって、どこの国とは言わないけど、まあ、雇っててね、辞めるときにね、オフィスのね、お客さんのパソコンいっぱい持ってね、いなくなったっていうね、協力会社でね、そういう事件を起こしたね、ところがあったのよ。でね、お客さんからね、連絡があって、ね、これこれね、こういうところを警備してもらうときには、日本人をよろしくお願いしますっていうね、まあ、ご依頼があったところはね、もうどうしても日本人しか無理なんですよ。だからね、ちょっとね、いろいろあると思いますが、またね、一からね、教えてあげるのもね、まあ、楽しいですよ。ストレスパないけど。ストレスね、半端ね。そんな時はね、なんかね、いろんなもの食べてね、お腹がね、風船のようにね、膨れてる人の動画とか見るとね、すごくね、言えるらしいですよ。なんとか刺激クラブっていうなんか動画らしいですけど。ね、ぜひ見といてください。見てください。じゃあね、今夜はね、ここまで。じゃあねー。